こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。工業製品、農作物問わず日本技術を盗み、最近ではフォトレジストを日本企業に生産させ、技術を盗用し発展してきた韓国ですが、米国の機密軍事技術を不正に持ち出した韓国企業役員が起訴されたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。韓国の軍需企業関係者が米国の先端戦闘機、ミサイル、ドローン、小型無人機などを制御する技術を不正に持ち出したとして米国で起訴されたことが分かった。米 VOA 放送は米国の兵器メーカー2社から取得した機密情報を韓国に持ち出したとして、韓国の軍需企業役員 P 氏が米国の裁判所で判決を控えていると報じた。本氏が入社した P 氏の起訴状によると、 P 氏は2007年9月まで米国の軍需企業 A 社で戦闘機の武装システムのソフトウェアを開発した。また07年10月から08年10月まで B 社でミサイルなどに関するソフトウェア開発業務を担当した。 P 氏は11年に韓国に帰国した。P 氏が関与した米兵器メーカーの技術は機密事項であり、米国以外に持ち出すことはできないものだった。米検察は P 氏が持ち出した技術がミサイル、ロケット、魚雷、爆弾を制御し、飛行機の隊列にも関係する技術だったと説明した。韓国メディアはこれまで P 氏に関する記事で、米国で戦闘機などを専門的に生産するロッキード・マーティン、レイセオン、ボーイングなどで勤務したと報じてきた。特に P 氏は米国の最先端戦闘機 F-22 ラプターの武装システムソフトウェアの設計責任者を務めていたとされる。その点から見て起訴状に明確な説明はないが、 P 氏が A 社から持ち出した武装システムに関連する情報は F-22 ラプターと関係がある可能性がある。韓国に戻った P 氏は11年11月 N 社を設立した。同社は米国の軍事機密に関係する業務を行う会社ではなかった。しかし P 氏は14年11月意図的に韓国航空宇宙産業 KAI 関係者に機密が含まれたプレゼンテーションを行い、そこに A 社から獲得した情報が含まれていたという。 P 氏は KAI 以外にも他の韓国の軍需企業にも機密内容を含む説明を行った。米検察は P 氏が軍需企業から契約を取るためにそうした行為に及んだと指摘した。 P 氏は昨年8月米捜査当局に逮捕され、今年6月12日に米裁判所で米国の武器輸出規制法と国際武器取引規定に違反した罪を認めた。 P 氏が認めた罪は本来最高で禁錮20年、罰金100万ドル、約1億700万円の判決が下される可能性がある。しかし P 氏が有罪を認めて和解したことから、米政府は禁錮3年以上の刑を望まないとする意見書を裁判所に提出した。裁判所は9月にも判決を下す予定だ。このほか VOA 放送によると、米裁判所は先月、韓国人実業家 J 氏が米国の軍事戦略物資品目を購入し中国企業に転売したとする起訴状を公開した。 J 氏は軍事目的に転用できる無線周波数増幅機、電力増幅機などを韓国に輸入すると偽り、実際には中国に輸出した。これら製品は先端航空機やレーダー製造にも使われる可能性があるため、事前許可を受けた業者だけが購入できる。米連邦検察当局は14年 J 氏に対する控訴状を提出し、17年にニュージャージー州、18年にワシントンの連邦地裁に起訴した後、事件を非公開で処理していたが、今年6月8日に公表した。捜査開始から6年後、起訴から3年後のことだった。このため米裁判所が起訴事実を公開したのは、中国と
センシティブな技術を取引しようとする韓国企業に警告を発するのが目的ではないかとの見方が出ている。それではネットの反応です。技術流出というのは良くないことだけど、そのような技術を密かに私たちが持っているのもいいね。国家的に保護し、世話しなければなりません。素晴らしい愛国者だ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。